めて痩せる生協の冷凍食品トップ3お伝えします。冷凍食品って便利ですよね。私は日頃ですね、高校2年生の娘が1人いるんですけれども、娘が部活遅くなった、私も仕事で遅くなった、バタバタと帰宅した、そして今から夕食作るぞっていう時にですね、冷蔵庫を開けた、ガーン、空っぽみたいな。娘からもですね、わーママ見晴らしがいいねって言われるんですよ。結構ね、そんな日やらかしてしまう日がねあるんですよね。そんな時にですね、そうだバッと冷凍庫を開けたら、あったーって、もうよかった買っておいて、冷凍食品ですよね。忙しい方は特にこういった冷凍食品があると便利ですよね。しかもその冷凍食品が食べて痩せるとしたらいかがですか。もうこれは便利ですし嬉しいですよね。ということで、この動画をご覧いただきますと、私が日頃重宝しております痩せる冷凍食品が分かって、しかも効果的な痩せる食べ方等々お伝えしてまいりますので、ぜひ最後まで楽しみにご覧くださいね。このチャンネルでは、このような様々な腸活法を通じて、あなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録、そして LINE 登録していただけますと、もうとっても嬉しいです。今 LINE にご登録いただきますと、この腸活ダイエット法ですね、簡単に今すぐできるやり方、方法の動画、4本プレゼント無料でさせていただいております。ぜひそちらもお役立ていただければと思います。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では1つ目の項目です。なぜ今からご紹介する冷凍食品が痩せることができるのかという、その理由についてです。2つあります。1つ目は、腸内環境を整えてくれる食材だからなんですね。あなたがもし今一生懸命ダイエットしようと思って食事制限を頑張っていたり、また運動も結構頑張っていますという方ね、多くいらっしゃると思うんですね。ところが、なかなかこれがですね、もう1キロも減らないとか、やっと減ったと思ったらまた戻ってる、そういったこう繰り返しでいらっしゃる方というのは、あなたがお悪いのではなくって、あなたの腸内環境がですね、バランスを崩してしまって悪くなっているからなんですよね。なぜかというと、根本的な痩せ体質になるためには、小手先のことだけではなく、本質がですね、やっぱり立て直す必要があるんですよね。それが腸内環境なんです。鍵は腸が握っているわけなんですよね。この腸が整うということはどういうことかと言いますと、あなたの腸内に住み着いてくれているその菌がいる。で、悪いものとその良いものがあってですね、この良いものが結局痩せ菌と呼ばれる善玉菌になるわけです。この善玉菌が元気で、しかも量や種類が増えないと痩せ体質になることはできないですよ。逆に腸を汚すもの、悪玉菌と呼ばれるその、デブ菌ですよね、デブ菌を増やしてしまうようなものを召し上がってらっしゃるとですね、いくら量を減らしたところでですね、絶対に長期的に、しかも健康的にですね、リバウンドなしで痩せることってやっぱりね、できないんですよね。これをやっぱり知らないと、どんなダイエットを頑張ったとしても、なかなか結果がね、出せない、悔しいってことにね、なって、もう毎回自己嫌悪みたいなね、過去の私もそうなんですけれども、そうならないためにも、やっぱりいかにこの腸内環境を整えて痩せ菌を増やす食べ物を普段から召し上がっているかどうかが、ここがですね、分かれ道になってくるんですよね。そして2つ目のポイントはこちらです。無添加であることですよ。もう添加物がですね、もう入っている食材があまりにも多い。もうこれはね、仕方がないんですよね。もう加工してそのスーパーに出すっていう、その過程でどうしても添加しないと、もうそもそも販売できないものってやっぱり多いんですけれども、でもそれにですね、やっぱり負けちゃいけないわけですよね。なぜかというと、その添加物がたっぷり入ったものを召し上がってしまうと、先ほどお伝えしました通り、そのあなたの腸内環境のですね、デブ菌の方がやっぱり元気になってしまうんですよね。そうすると、あなたの努力が水の泡なわけです。で、この添加物とはいろいろあるんですけれども、私があなたに今からお伝えしたいのは、化学調味料ですね。もうほとんどいろんなものに入っているんです。残念ながらまた入ってるって、私もね、泣きながらそのチェックしてこう戻す、ね、回数がなんといいことかっていうぐらいに、買い出しするときってですね、ほとんど選ぶときにこう OK 出る食材ってないぐらい入ってる。で、それは調味料カッコアミノ酸などと書いてあるのが実は化学調味料なんですね。で、また甘いもの
をその食べるとやっぱり太るなっていうのは誰しもお分かりだと思うんですけれども、だったら例えばカロリーゼロとか糖質ゼロの甘いものってあるじゃないですか、このシュガーとか、そういったらやっぱりね糖質ゼロとか人工甘味料が使われているんですよね。でこの人工甘味料もやっぱり良くないんです。こういった甘いのにカロリーがないっていうことはですね、もう脳がもっともっと糖質が足りてないじゃないかってね、もっと甘いものを食べなさいという指令が出てしまうんですよね。ですから食べれば食べるほどあなたはますます甘いものが欲しくなってしまうっていう、その悪い負のスパラルへとこう道をですね、こうズルズルズルとキャーって本当はそっち行きたくないのにってやっぱね引きずり込まれてしまう、まあ、罠にはまってしまうわけですよね。例えて言うならもうそんなことになったらもう元も子もないわけです。ですから私が選ぶものというのはこういったものが入っていないものというのをこのチャンネルを通してあなたにお伝えしているわけなんですよね。でもっともっと気をつけていただきたいのがその添加物の中でもトランス脂肪酸です。でこれもわざわざ原材料名のところにトランス脂肪酸入ってますよなんてね書いてないんですよね。残念ながら日本の法律ではそういったこう表示をする義務がないので書いていないんですけれども、ではどんなものに入っているのかが分かればあなたはトランス脂肪酸を取らなくても済むんです。そこの点を今からご紹介しますね。ぜひ覚えてください。まずマーガリン、ショートニング、ファットスプレッド、植物性油脂、植物性食用油脂、加工油脂、食用生成加工油脂、加工油、加工脂ということで、こういったものにはやはりトランス脂肪酸が含まれておりますから、ぜひ手に取った食材の原材料名をチェックしていただいて、こういったもの、先ほどお伝えしたものが添加されていないかな、添加物はゼロかなっていうところを確認していただければと思います。ではここから項目の2つ目に移りましょう。何をということで、今回はダイエット向きの美味しくて食べながら痩せることができる冷凍食品をあなたにご紹介していきたいと思います。それぞれトップ3でお伝えしてまいりますので、ぜひ最後までご覧くださいね。ではここからそのご紹介した食材をどのように食べていけばよいのかということもまとめてお伝えしていきたいと思います。では腸内環境が整って、そして無添加である腸活のダイエットメニューにも最適な冷凍食品のトップ3、まず第3位をご紹介します。第3位はこちらです。コープ生協の4種のベリーミックスになります。こちらですね、もう必ず私の冷凍庫の中に入っているものなんですね。で普段私や娘がですね、手作りの豆乳ヨーグルトのトッピングとして重宝している食品になるんですね。でこちらはいろんなフルーツってあると思うんですけれども、こういったベリー系のフルーツってやはりダイエット向きになります。どうしてもフルーツはもちろん白砂糖などに比べるとやはりですね、もちろんダイエット向きになるんですが、フルーツって結構果糖が入ってますから、これまたやっぱりですね糖質は高いわけです。そういったものをやはりですね食べてしまわれると太ってしまうわけなんですよね。そこで活躍するのはこの冷凍されたベリーミックスになります。でこちらが4種類入ってまして、まず1つ目ブルーベリーが入ってます。でブルーベリーってですね糖質が低いんですよ。もうこれはですね嬉しいですよね。そしてなんといっても食物繊維が豊富ですから、あなたの腸内環境にいる痩せ菌たちの餌となってくれるものなんですよね。食物繊維ってもすごく大事なんです。それがこのフルーツを食べることで取れてしまうということ、そしてこの色を見てもお分かりの通りアントシアニンというこのねブルーベリーのこの紫の濃い色がこの内臓脂肪の蓄積をですね抑えてくれる効果もあるんですね。でまた味も美味しいですよね。私ブルーベリー大好きです。もちろん生のブルーベリーも産直のねコーナーとか行くと置いてあって、まあ、美味しそうと思ってね購入する時もありますが、まあ、なんといってもやはり日持ちがしませんよね。でここで冷凍食品の良いところはもう長期保存が効く、しかも無添加ですよね。そして欲しい時に欲しい量だけ食べれるということ。で私はですねこのベリーミックスをアイスキャンディーとかね今まで食べてたアイスクリームの代わりにこういったものを少量食べるようにもう変えたんですよね。もう過去の私はですねもうとにかくアイスも毎日食べてたんですよ。しかもいつ食べてたと思いますか？夜お風呂上がりです。お風呂上がった時に
こうね体も温まって冷たいものと思って、なんといってもまあアイスをですね、もう毎晩食べてたんですよね。それは太りますよね。今よりも10キロ太っていたんですけれども、まあ、そんなことをすればもちろん太ります。そしてもうアイスがやっぱやめられないんですよね。もう白砂糖中毒でしたから、そういった中毒を断ち切るためにも私はそういった白砂糖系はやめた代わりに、でも完全に甘いものやめるってやっぱり難しいですよね。その時にやっぱ天然のこういったフルーツで補ってあげる、今までの食べてたものを別の腸活メニューに変えることでダイエットにも成功し、もう体調もバッチリなわけです。ですからあなたももし普段召し上がってらっしゃるおやつとかお菓子がですね、太るものって分かっててもやめれないって悩んでらっしゃるようであれば、そういったお菓子をぜひこういったベリー系のフルーツに変えてみてくださいね。で他にもこちらラズベリーとブラックベリーとストロベリーが入っています。でそれぞれやっぱりあの糖質も低めですし、ラズベリーにも脂肪燃焼効果があったり、ブラックベリーもやっぱポリフェノール、まあ、ブラックですからね、たっぷりあるので脂肪燃焼効果や脂肪蓄積を抑えてくれますし、あとストロベリーなんかやっぱりビタミン C も豊富ですから、こういったものをミックスしてあるものを召し上がっていただくことで、あなたは美味しく食べながら、まあ、綺麗に痩せることができるということになるんですね。では続いて第2位はこちらです。コープ生協の産地指定北海道の5種のお豆ミックス括弧黒大豆入りになります。で5種ということでどんなお豆が入っているかといいますと、大豆、金時豆、白インゲン豆、枝豆、黒大豆になっております。あの黒大豆まで入ってるってね、珍しいなと思って手に取りました。しかも産地が指定されてある北海道、要は国産の豆になるんですね。もちろん遺伝子組み換えでないってことにちゃんとねこちら書いてあるんですけれども、やはりこの豆ですよね、大豆製品というのはダイエットには欠かせないものになるんですよ。特に私たち女性にとっては女性ホルモンの働きと似た働きをしてくれるホルモンですよね、のその元となるそのイソフラボンがとっても豊富に入っています。あの私たちはですね、残念ながらまあ30代をこう過ぎてくる頃からですね、女性ホルモンの代表のエストロゲンがもうどんどんねなくなっていってるんですよね。もう悲しいんですけども、これは仕方がないですが、それの働きを補うものを食べることでその効果を維持することができるわけですよね。女性ホルモンがどんどん減少していくことで、例えばもともとそのエストロゲンが働いてくれることで脂肪燃焼効果や内臓脂肪を抑えてくれたり、悪玉コレステロールが増えて抑えてくれるという、こういうもういいことずくめの働きが落ちていくわけですから、それはね太りますよねってことですよ。年をこう重ねるにつれてですね。ただしそこで仕方ないと諦めるか、そうじゃないかっていうと、どっちを選ぶかで道が変わってくるわけですよね。でもちろん私たちは絶対に良い方向へ向かいたいわけじゃないですか。その時にやはり大豆、イソフラボンを取ることでこの女性ホルモンのエストロゲンと似た働きをしてくれるわけですから、こういったことがなんとかですねこう歯止めをかけたいわけですよね。そして女性ホルモンってもう簡単にやっぱりですね崩れやすいと言いますか、もうすごく影響を受けてしまうんですよね。ちょっとストレスがかかったり睡眠不足になったり、また不規則な食生活が続いてしまうだけでしっかりとやっぱり出てくれないということになったら、ますます太ってしまうわけです。ですからこういったことにも日頃からケアをこう気をつけていただきながらも、食事ではこういった豆類を摂ることでこういったダイエット効果があるということになりますし、また今回はこのホルモンのお話もしましたけれども、もうそもそもタンパク質ですからね、ダイエットにはタンパク質でも絶対必要ですよね。なんといってもやはり代謝を上げるためには筋肉がいりますよね。その筋肉、まあ、臓器もそうですけれども元ですから、タンパク質を食べないと痩せることはできません。なのでこちらもあなたのダイエットにお役立ていただければと思います。で使い方なんですけれども、こちらはすごく便利で、私は本当にですねスープ系ですね、味噌汁だったりポトフだったり、まあ、いろんなスープ系にもバーッと入れてしまったり、まあ、トマト煮とかですね。であとはサラダにもいいんですよね。もうパパーッとこう生野菜用意した上にもパラパラッとこれを振りかけるだけでタンパク質が取れちゃうというですね、一石二鳥になりますから、もうぜひですねあなたの冷凍庫にも仲間に入れて差し上げたらいいと思います。そしていよいよ第1位はこちらです。
コープ生協の国産素材長芋入り国産煮物用野菜になります。で何が入っているかと言いますと、椎茸、レンコン、人参、ごぼう、長芋になります。こういったあのお野菜ミックスって、まあ、いろんなねスーパーさんであの工夫していただいていろんな種類があると思うんですけども、この長芋が入ってるって珍しいですよね。なかなか長芋、まあ、要はあの山芋のねことですよね。こうネバネバ、この山芋入ってるってすごくいいなと思ったんです。なぜかというと、この山芋ってあなたが痩せるためにもうすごくですねもう大活躍してくれる食材なんですよね。このネバネバしたこのネバネバ食品を摂ることでものすごくね良質の食物繊維が取れちゃいます。そうするとあなたのその腸内に住み着いている痩せ菌たちの餌になってくれるんですよね。もう大喜びですよ。やったーって、長芋来たーみたいなね、わーって食べに来るっていうね、あのそういうイメージなんですよ。それぐらいやっぱネバネバした食材っていうのは1日のこのトータルのメニューの中で必ず 1,2 品は入れていただきたいなって思います。私も例えば、まあ、長芋も山芋もそうですし、里芋とかあと昆布とかわかめとかあと納豆とか、ああいったこうネバネバした、まあ、オクラとかもそうですよね。そういったのを必ずどこかで入れるっていうのもすごく痩せ効果がアップしますので、ぜひ使ってみてください。で私は普段この野菜ミックスをどのように使っているかと言いますと、あの高野豆腐とよく一緒に煮て高野豆腐煮を作ります。でこの高野豆腐も、まあ、先ほどお伝えしました通り、あの大豆製品ですから女性ホルモンと似たような働きをしてくれて、しかもギュッとですね栄養をもう凝縮させたもうパーフェクトダイエット食と言ってもいいぐらいなものなんですよね。なので高野豆腐と一緒に炊いていただいてもよし、まあ、もちろんその筑前煮とかよく代表的なものでもいいんですよ。とにかく何かタンパク質を一緒に煮たりですね、焼くよりも煮る方がいいと思います。ダイエット向きですから煮るっていうねお食事に使っていただければと思います。ではこの動画のまとめお伝えします。1つ目、なぜこの冷凍食品で痩せることができるのか。その理由は腸内環境が整うから、そして無添加であるからでしたね。そして2つ目は、今回お伝えしたのは何をということで冷凍食品でした。そして3つ目、どのようにということでトップ3お伝えしましたね。それぞれの美味しくダイエット効果を上げる食べ方ですね、工夫をお伝えしてまいりました。ぜひご参考にしていただけましたら嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。